ヨモさん、本日はお願いします。今回は、クロスフィットの、トップアスリートである桜山優子選手にさまざまなワークアウトの、動作を教えてもらうという企画になります。まあ、今日は記念すべき第1回目なんですが、優子さん、本日は、どのようなワークアウトを行いますか？今日はですね、全ての動作の基本になるケトルベルスイングを紹介したいと思います。ケトルベルスイング、はい、確かにケトルベルスイングって、まあ、すごい基本的な動作でありながら、よくあんまりちゃんとしたやり方を分かってるっていう人は少ないかもしれないですね。僕自身もそうなんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。ケトルベルスイングに使う道具ですね、はい、夜間の形に似たダンベル、ケトルベルです。はい、はい。まあ、最近だとなんというか、いろんな、まあ、24時間ジムとかにも置いてるところが増えてきてるような気がします、ね、そうですね。でも使い方はもうわからないと思います。わからないですね、これは。今日やるケトルベルスイングの動きなんですけど、まず3回ほど見せます。はい、はい、こういう動きです。これ見たことがある人は多いかと思います。はい。ちなみにこのケトルベルスイングって、その基本的な動作になると思うんですけど、実際にはどういう要素が入ってるんですかね？ケトルベルスイングで主に使う筋肉は、まあ、やっぱり足で、特にあのハムストリングとか、このお尻の大臀筋を使うようにします。腕を使ってるようにこう見えるんですけど、腕は足に比べたらあのほとんど使ってないです。ケトルベルがあの飛んでいかないように、ただ支えているだけです。なるほど。で、スイングの動き2種類あって、1つはスクワット型のケトルベルスイングです。で、一度スクワット型紹介します。今のスクワット型だと膝が曲がってたのが分かると思います。膝の動きが大きかったと思います。で、もう一つがデッドリフト型のケトルベルスイングで、で、今の動きだと膝があのほとんど曲がらないで、デッドリフトのように足を動かしてたのが分かると思います。はい、2種類をどう使い分けるかって言ったら、はい、実際はデッドリフト型のスイングしか使いません。あ、そうなんですか。はい、スクワット型はこのスイングのこの楕円の動きとあまり連携していないので、デッドリフト型のこの股関節の屈曲と伸展性、この開きで、あと閉じる動きと連携した動きが合ってます。で、スクワット型をやるときはやっぱりウェイトリフティングのクリーンとか、あのスナッチのようにこうバーベルを上の方に上げてくる動きとうまくつながりやすいので、クリーンとかスナッチの時にあまりこうデッドリフトのような動きはしないと思います。遠くにバーベルが行くとうまくキャッチできないので。それと違ってケトルベルスイングはケトルベルをこう前に体から遠ざけるようにして、振るので、振り上げるので、どちらかというとデッドリフト型を使った方がいいです。うん、はい。で、デッドリフト型を使うメリットとしては、あとはここのハムストリングとか大臀筋を使いやすくなるので、うん、後ろの筋肉をうまく使えない人はケトルベルスイングをやると使い方が分かってくるようになると思います。
つまりこの基本的な動作のこのケトルベルスイングをすることによって、まあ、ハムとか大臀筋とかこの筋肉とあと連携連動っていうんですかね、はい、そういう体の使い方が良くなってくるということですか。はい。あ、なるほど。よくあるエラーというかよくある間違いみたいなのってありますか。はい。エラーはさっきやったスクワット型のスイングっていうのがやっぱりエラーに見えてくるので、それじゃなくてできるだけデッドリフト型を使った方がいいと思います。なるほど。なので、よく見かけるエラーっていうのは、あこれですね。膝を固定しないでこうやって膝が前に動いてスクワットみたいになってスイングするっていうのと、あとは足が広すぎる、足が広すぎると膝が内に入る人が何人か出てくるので、これも膝には良くない動きなので、だいたい肩幅ぐらいケトルベルが入るぐらい開いてやった方がいいです。で、スイングやるときに背中は平らにしなければいけないので、背中を丸めたまま振るのもエラーです。背中が丸くなる原因としては、最初にやっぱり立った時に力を入れて、でそのままの姿勢で振れないっていうことと、あとケトルベルを下に下げすぎたままスイングすると背中が丸くなりやすいので、できるだけ上の方です。目安はこう膝の高さより上の方でスイングするようにすると、背中が丸くなりやす、なりにくいと思います。なるほど、はい、ちょっと質問なんですけど、よくロシアンスイングとアメリカンスイングみたいなのって見かけて、はい、頭の真上まで振り上げるようなスイングを見かけることがあるんですけど、実際はどれくらいの高さまで上げるのが適正なんですか。はい、このハムストリングとか大臀筋を鍛えるっていう意味では目的だと、目の高さまで振れば十分です。はい、でここまで上まで上げた方がこう心拍数も上がりますし、重いものをこうできるだけ遠くまで動かしているので、こう仕事量的にも、まあ、多くなるので、疲れる。であと肩が硬い人はこの上の位置まで持ってこられないことがあるので、技術的にもまあ難しいとは思います。でもまあ基本はロシアンスイングで、なるほど。で腕を伸ばしたままこう目の高さまで上げなくても、最後にちゃんとお尻を締めて足を伸ばしていればケトルベルが自然に上まで上がってくるので、腕はもう力を抜いて力入れないようにして肘を曲げて、ケトルベルが目の高さに来るのを待つだけでもいいです。腕をまっすぐ伸ばしたまま上げてくると、こう後ろに倒れやすい人が中にはいて、後ろに倒れると腰が痛くなる原因になるので、最後はケトルベルのこうスピードをこう緩めてあげるようにちょっと肘を曲げて目の高さで終わりにするのが、まあ、やりやすいと思います。なるほど。スイングの時に少しでも後ろに倒れると、それが積み重なって腰が張ってきて、で
もう前傾姿勢取れなくなる原因になるので、最後はもうお尻締めたらもうまっすぐですね、一切後ろに倒れないでまっすぐ立って、であとはケトルベルのスピードを緩めてあげて、あと勝手に落ちてくるの待ってばいいです。実際そのトレーニングを行う時っていうのは、なんていうか重量設定とかってどのように考えればいいんですかね。はい、まあいろいろ体重とか筋力とか要素はありますけど、クロスフィットでは基本的に女性が16キロ使って男性が24キロケトルベルを使ってスイングを行います。ロシアンスイングってい こう目の高さまでスイングするものであれば、まあ、1回のセッション1回のこう1時間のトレーニングの中で100回ぐらいは触れると思います。100回、はい、で1回の連続だと、まあ、20回は目指してほしいです。連続20回。はい、あ、なるほど。で最終的には、あ、強い人になってくると100回は連続で触れると思います。なるほど。実際にこの100回、まあその100回できるようになるまでその目指していく中で、そのスイングを続けて疲労が出てくると、どのようにフォームって崩れてくるんですかね。やっぱり腰にもきますし、あとは握力ですね。こう引っ張られた時にこうどんどんこう前腕が張っていって握っていられなくなるので、こう一瞬だけこう力を入れて、もう上がっケトルベルが上がってきたら手を緩めて、で降りる時もこう緩めながら、最後こう切り返す時はしっかり握っていて、力のこう抜き具合が大事ですね。こう発信したいこととしては、これをよく見かけるんですよね。やっぱりこの膝曲げてスクワットをしているのか、はい、なるほど。スクワットするんだったら、なんだろう、トルベル使ってスクワットするんだったら、やっぱりこうゴブレットスクワットというのがあって、前に重りがあることでこう後ろに少しだけ倒れられるようになって、はい、上半身を垂直に保てるんですよね。腰にもあまり負担かけないでできますし、こう肩に重りが乗ってなくて背骨にも負担が少ないスクワットで、やっぱりスイングはスクワットとはこう明確に区別して、うん、こういう膝を出すっていうのを修正していった方がいいと思うんですよね。なるほど。確かにそのケトルベル、そもそもダンベルに比べてケトルベルっていうのがそもそもあんまり認知度というか使い方って知ってる人そんなに多くないと思うんで、実際によくまあ、ネットでも見かけるケトルベルスイングって結構スクワットしながら、なんていうかこのストリクトでというか、その腕の力も使ってじわりじわりとやってるのを見かけることが確かに多い気がします。実際 そのロシア発祥なんですけど、ロシアのケトルベルスイングの競技だと、こう、まあ、スクワットまではいかないですけど、まあ、多少は膝をこう前に出して、あとはこうデッドリフトの動きも組み合わせてこうミックスしたような動きでこうやってたりするんで、まあ、それは競技として、うん、そういう動きもあるんですけど、トレーニングとしてこう徹底的にやるんだったら、こうちゃんとこのデッドリフト型にこだわって守った方がまあいいと思います。でしっかりこうハムストリング伸ばして、こう膝が動かないように固定して忠実にやった方がいいと思います。わかりました。まあ、先ほど言ったようにハムストリングと大臀筋と基本的な部分を鍛える
まあ、動きケトルベルスイングなんですけど、実際にこれをトレーニングすることによってどのようなメリットというか、例えばスポーツでやってる人であればどのような動きに影響してくるんですかね。このヒップヒンジ、こう股関節を思いっきり爆発的にこう開く動きができるようになると、多分もうジャンプ動作ではこう絶対欠かせない動きになってきますし、ウェイトリフティングでもこの爆発的に股関節を開かなければいけないので、ここのやっぱり筋肉がこう早くこう収縮するっていうのを覚えてくれれば、もうスポーツ動作、ジャンプとかスプリントとか走る動作とか、まあ、ウェイトリフティング、重いの持ち上げる動作とかも生きてきますし、クロスフィットとかだと、バーにぶら下がる動作、懸垂の時にちょっとこう股関節を使って体を持ち上げるとか、トーズトゥーバーとかもいろいろな動きにやっぱり役立ってきますね。はい、股関節をなんかその勢いよく爆発的に動かす、まあ、要はジャンプとかなんかそういう動きにつながってくるっていうことなんですね。はい、なるほど、すごい大事な種目ですね。そうなると見過ごされてるとは思うんですけどやっぱり振れば振るだけ上手くなるんで、あ、1万回ぐらいですか。1万回、はい、じゃあ、まあ、この基本的な種目のケトルベルスイング、まず、まあ、大体男性だと24キロで、まあ、20回できるところをまず初心者の方は目指してっていう感じですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回何いきますか、種目。次回バーピーで。次回バーピー、はい、了解です。こんな感じで、トップクロスフィッターの佐久山優子選手に、さまざまな、ワークアウト種目をこれからたくさん教わっていきたいと思います。次回はバーピーということで、はい、また皆さん、ご視聴いただければと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。